はい、本日はですね、救急を要するそれぞれの状況によって、電話番号をですね、かけるべき電話番号をですね、話していくんですけれども、サムネにもあった通りですね、海上保安庁、海での事件、事故が起きた時にですね、電話する、 海上保安庁にですね、通じる電話番号は何番なのかということなんですけれども、まずですね、その前に、えー、基本、基本というかですね、えー、その海以外にですね、知っておくべきものをまず紹介してから、海上保安庁の電話番号に話したいと思います。はい、まずですね、警察は110番ですね、110。で、消防救急は119番ですね。 119番あまあこれは昔のですね、えー、電話のこのダイヤル式の電話ありますよねでそれを9が使わないから9にしたとか、まあ、そういういろいろ意味はあるんでしょうけど覚えにくいですよね、えー、119んかいい語呂合わせないですかねまあちょっと思いつかないんですけれども119ですねはい、えーまあ110番にえー えー、110番は覚えやすいですけど、まあそれに救急を要するということで、110に9を足して119と私は覚えてますけどね。なんかよくわからないですけど。で、次ですね、えー、固定電話故障の場合は、113で、えー その固定電話故障に対応するようなオペレーターにつながるらしいですね。113、はいえー。次、災害伝言ですね。これはまあ東日本大震災が発生してから結構話題になったというかニュースになったんですが、えー、171ですね、えー。災害でパニックになっても忘れていない。いない。ということで、えー、171、えー、だそうです。はい。いないですね。171、えー。で、えー えー、災害を伝言する。まあ、録音したりですね、えー。大事な人に、大切な人に知らせるために、えー、伝言する、時に使う、電話ですね。171ですね。で、次、救急相談とあるんですが、まあ、119ですね。シャープな119という覚え方ですね。シャープ27。シャープな119、えー。これはですね、えーましょえー、救急、 救急車を呼,ぶ呼ぶべきかどうかとか、まあ、ちょっと消防や救急でですね、まあ、救急か救急でですね、えーまあ、ちょっとアドバイスをくれたりですね、えーえーまあ、そういった、えー、救急を呼ぶべきか呼ぶべきじゃないかというちょっと悩んでる方はこっちにね、えー、119呼ぶ前にこっちを電話しても多いんじゃないかなという感じですね。 はい、で次、道路異常とあるんですが、これはですね、えーまあえー、道路、まあ、車で運転していて、道路にですね、なんか異常が発見した場合、異常を発見した場合は、このシャープ、えー、#9910 をですね、えー、に電話し,して、えー、電話すれば、その関係者がですね対応して、えーえーまあ、対応してくれるということですね。はいまあ、あまり、えーえー 覚えておいても使う機会はないかもしれませんので、すぐ忘れてしまうかもしれませんが。はい。まあ、警察と消防救急ぐらいは覚えておいた方がいいかもしれませんね。あとはまあ、災害伝言とか救急相談も覚えられる方は覚えた方がいいかもしれません。ではですね、本日の本題、海上保安庁、海の事故、海の事件、えー、が発生した場合、電話すべき番号はといえば、はい、こちらですね、118番となります。海上保安庁は118番、あー 海上保安庁緊急,緊急通報用電話番号ですとういうことです。